メールが来ております。おお。TBS ラジオアルコ&ビス DC ガレージ様、うん、アルコ&ビス平子さん酒井さんこんばんは、うん、ハーレーダビッドソンジャパン広報事務局と申します。マジで先週のラジオを拝聴しご連絡をさせていただきました。酒井さん、大切な大切な相方である平子さんの誕生日プレゼントに、うん、弊社のグローブをお選びいただき、誠にありがとうございます。いや平子さん、まずはお誕生日おめでとうございます、うん、マジささやかではございますが、うん、弊社からもお祝いの品としましてアパレル製品をお送りさせていただきましたので、ぜひお使いいただけますと幸いです。おー、すげえ。あ、本当にこれ、うん、これだってくれてる。またこの度は平子さんの初めての二輪車デビューにハーレーダビッドソンご検討いただき大変嬉しく思います。あれ、ハーレーダビッドソンという社名は実は創業者のそれぞれ名字から取っているもので、平子さんと酒井さんそれぞれの名字を取って投げつけられたアルコ&ピースと同じ由来を持っています。マジかよ。そのようなところからもご縁があったのかなと思い、さらに嬉しく思っております。うん、奥さんとのツーリングにおすすめの車種をいくつかご紹介させていただければと思い、カタログも同封させていただきましたので、ご一読いただけますと幸いです。ラジオ楽しみにしております。今後ともよろしくお願い申し上げます。すごいね。名字を、ハーレー・ダビッドと、ソンさん。ソンさんじゃねえんじゃない。ソンさんだと。ハーレー・ダビッドさんと、ソンさん。ソンさんじゃ。ハーレーさんとダビッドソンさんでしょ。マジ、そうなんだ、知らなかった。孫さんってすごいね。孫さんじゃねえんだってば。孫さんだといろいろできんだよね。だから経営とか何でも携帯の人になっちゃうから。そんな もっと昔からあるから。いいですか、見ても。これ何、アパレル。お前開けんの。お前開けんの。いやいや、いいじゃないですか。どうぞって袋ごと俺に渡すんじゃないの。ほら、待って、何これ。何これ、 T シャツ。うん、T シャツだな。あ、タイダイ染めの T シャツだ、うん、ハーレーの、うんうん、これ多分サイズ大きいから平子さんだ、うん、それサイズ何、そっち。これ M だから、アメリカの M だと俺の、うん、お前のも多分こっち俺だろう多分。そうなん。奥さんとかじゃないの。いやいや、アメリカの M だから完全に俺だな。いや、そうだって、うん、俺とまゆちゃんがお揃い着んのはいいんだけど、ブロソロになるよ、ハーレーの T シャツ。はやぶさから来てないの、カタログ。やめて、あの、やめて。あ、ガチで出るの、これ、ほら、マジのハーレーだ。かっこいい。おぉ、ハードだね、これ。ハードだよ。これ着て、ハーレーなんか乗ったらすごいね。もうアメリカのだ。うん。本当に。めっちゃかっこいい。これはちょっとハーレー宣伝するからコラボコーナーやろうよ。ハーレーダビッドさん。ガレージだし。ああ、そっか。いいガレー。なんか読み終わった後に、うん、ハーレーのあのエンジン音、バンバンで遠ざかってくる。いいね。いい。かっこええ。すごい。いや、ありがとうございます。わざわざすいません。すごいじゃん。まゆみはね、タイダイが好きなんだよ。嘘。うん、ちょっとでもこれ以上は宣伝になっちゃうね。いや、違う、やめよっか。いや、さすがにちょっと肩入れすぎてる感じはする。これだから送ってもらったんだから、いいじゃん、俺が喋る分にはいいんだから。いやこれじゃごめんなさい、ちょっとダメだわ。カタログもね、ちょっとね、うん、新しくね、出てんだ。カタログはダメです、カタログダメです。スポーツスター S ってのがね、新しく出てんすよ。カタログはダメ。いや、もうダメ。歴史見て、ハーレーの歴史。目のベンチプレスって何なんすか。一瞬何のことか全く分かんない。アルコ&ピース DC ガレージ。